会話のネタになる雑学。ちびまる子ちゃんのお姉ちゃんの名前を知っていますか？正解は、さくら、さきこ。まる子のお姉ちゃんは真面目で冷静な性格で、まる子がきちんとしていなかったり、少しずるいところがあったりすると、呆れたり、怒ったりすることも多いですが、困っていることがあると、真剣に相談に乗ってくれて、頼りがいのあるお姉ちゃんらしいです。ちなみに、お母さんは、さくら、おばあちゃんは、さくら、こたけ、らしいです。チョコラビービーのチョコラというネーミングの由来を知っていますか？正解は、チョコレートイコーラ。創業者である内藤豊二がエーザイの前身である桜ヶ丘研究所を運営していた時代に、チョコレートを使った高麗飲料を売り出す際に、チョコレートイコーラというところからチョコラという名前を思いついたらしいです。しかし、実際にはこの飲料に使われることはありませんでしたが、親しみやすい語感からチョコラという言葉だけは残り、後に開発されるビタミン剤の商品名として使われることになったらしいです。ちなみに、チョコラビービーをはじめとするチョコラシリーズのどの商品にもチョコレートもコーラも入ってはいません。偽装や変造されたナンバープレート、何というでしょう。正解は、天ぷらナンバー。警察がナンバーを確認すれば、車台番号と所有者を割り出すことができるのですが、天ぷらナンバーとは、車固有の車台番号とナンバープレートが一致しないものを指します。その意味は、天ぷらには衣が欠かせず、ないものはただの素揚げ、そのことから、偽物を指す言葉として用いられているらしいです。昔の人は、なぜバイクを単車と呼んでいたか、知っていますか？正解は、サイドカーを外した。実は、バイク開発当初は、すべてのバイクにサイドカーが付いていたそうです。時代とともに、自動車製造が盛んに行われ、そのことにより、サイドカーの需要は廃れていくことになります。そこで、手軽に移動できるように、サイドカーを外して、単独の車両を略して、単車と呼ぶようになったらしいです。その他にも、単気筒のエンジンを積む車であることから、単車や、エンジンが、タンタンタンという音を出していたことから、単車となったという説もあるらしいです。牛乳を温めると、白い膜ができる現象を、何というでしょう。正解は、ラムスデン現象。膜の正体は、牛乳を温めると、表面近くの水分が蒸発し、タンパク質と脂肪分が固まって、あのような膜ができてしまうらしいです。膜は、もちろん食べても大丈夫です。むしろ、普通に牛乳を飲むよりも、栄養分がギュッと凝縮している物質だと言えるでしょう。ちなみに、湯葉も、ラムスデン現象によってできる、植物性タンパク質を効率的に摂取することができる、栄養豊富な食品です。車のボンネットの正しい締め方を知っていますか？正解は、残り20センチメートルくらいのところから手を離して自然落下させる。大きな音がない。乱暴な印象がありますが、実は自然落下させた勢いで締める方法が推奨されているらしいです。ちなみに、そっと締め、寄せて優しく押し込む方がいいと思われるかもしれませんが、押し込む際にボンネットが変形する恐れがあるらしいです。交差点などの手前にある、これを何というでしょう。正解は、ゼブラゾーン。ゼブラゾーンは、車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために、必要がある場所に設置されているらしいです。また、安全地帯、立ち入り禁止場所ではないため、ゼブラゾーンを走行しただけで、道路交通法上の違反行為になるわけではありません。ちなみに、ゼブラゾーン走行中の事故の基本過失割合は、後方を直進してきた車両の A 車が 30%、進路変更車両の B 車が 70% と言われています。しかし、ゼブラゾーンはむやみに走行するべきではないという考えがあるため、ゼブラゾーン走行の直進車両の A 車に、10から 20% の過失が上乗せ修正されることがあるらしいです。エガちゃんの本名を知っていますか？正解は、出頭秀春、出川哲朗とエラちゃんが2024年5月25日、フジテレビで放送のバラエティ番組、出頭のなんとかするぜ、で、誰一人ちゃんとフルネームを覚えてなくてと悩みを明かしたイケメン大学生に対して、エラちゃんが俺だって、出頭秀春だけどと明かすと、出川は秀春っているの、ちょっと待って、あれ、すげえ長い付き合いだけど、秀春っているんだと驚いていたらしいです。紙パックジュースの勝負のこの部分を何と言うでしょう。正解は、フラップ。捨てるときにコンパクトに折りたためるだけのもののように思われがちですが、紙パックのジュースを幼い子供に渡して飲ませる場合に、フラップを横に引っ張り出して水平状態にすると持ち手になります。そこをつまむように持たせれば、紙パックの腹を押して、紙が取り出すことなく上手に飲むことができます。ガソリン残量メーターのこの三角のマークは何でしょう。正解は、給油口の位置。この三角形が左側であれば給油口は車の左側、逆に右側であれば車の右側に給油口があることを示しているのです。このように給油口の位置は、実は車から降りなくても確認することができるので、覚えておきましょう。以上、会話のネタになる雑学でした。使えると思ったら、高評価、チャンネル登録、お忘れなく。